ふるさとの山高原三角市交通機関が集中通過する、焼田市郊外の円羅丘陵、東北自動車道、東北新幹線、宇都宮線、国道4号が狭い範囲に集中する、焼田市は、栃木県北部の市、栃木県庁塩谷庁舎が設置される等、行政上栃木県塩谷地区の中心となる市である、高原山の南麓に広がり、山岳地帯及び森林、 里山に囲まれ、宝木川、宮川、内川などの河川が北から南へ流れる。北部山岳、森林地帯は全国名水百選に選ばれた、消費都市沢遊水の水源となっており、水源の森百選に選定されている高原山水源の森や、森林浴の森百選に選定されている、栃木県民の森、八方自然休養林、 八方が原など豊かな自然の宝庫で、環境教育、ハイキング向けに整備されている。高原山は古くは山岳宗教の対象でもあった。中部は南北に小高い丘が連なる円な丘陵の尾根に挟まれた宮川、中川、内川が流れる平地があり、水田地帯が広がっている。南部は関東平野の北端とも言える平地と小川川に刻まれた 小高い丘の丘陵地から成城山地から流れてくる荒川に接している。また中央部から丘陵を一つ隔てた西部は、宝木川、江川流域に、那須野が原に連なる平地が広がり水田地帯となっている。東京より北へ約 130km 県庁所在地宇都宮より北へ約 30km 東北本線で、それぞれ2時間30分、30分の距離である。 主な交通機関は地域を南北に通り、片岡地区は幅1000メートルの地域に、国道4号、東北本線、東北自動車道、東北新幹線が集中する。各交通機関はこの片岡で、丘陵地帯に入り、関東平野からなすのが原へと移っていく。1975年撮影の八い市、中心部周辺の空中写真、1975年撮影の3枚を、 構成作成。国土交通省国土画像情報をもとに作成。日本最古と推定される、国曜石採掘工遺跡がある、高原山。詳細は、日本列島の旧石器時代高原山、国曜石原山地遺跡群発見。発掘がもたらすものを参照一部焼いたし、ホームページより、ようやくかつては、塩屋組役所があり、古くは、栗山村、藤原町、塩原町、 塩谷町など、塩谷郡一円の木材、家畜の集積地として繁栄した。現在は、栃木県庁塩谷庁舎、塩谷広域行政組合、塩谷消防本部、国際医療福祉大学塩谷病院など、塩谷地区の中心機関が置かれている。1959年頃まで、東武鉄道や板線が、八板駅から新高特駅間を結んでいたが、 自動車交通の発達とともに現在は廃線になっている。近年は東北本線、国道4号、東北自動車道、焼田インターチェンジが集中する交通の要所となっている。焼田の地名の由来については確定的なものはなく諸説ある。例えば、美伝という意味の八重伝が転じたもの、あるいは田畑を焼く焼け伝が転じたものという説があるが、 美伝に関するような伝承はなく、焼け田焼き畑については、この地方のどこでも行われていたものなので、それを特別に地名にするような要素は、ほとんどない。また、とどめの板という意味の、焼いたが地名となったとも考えられるが、そのきっかけが全く不明であり、また、それを推測するのも難しく、これも根拠に乏しい。焼た市の使命となった焼田市大技焼たは、 焼板市の発祥の地でもあるが、地名が先ではなく、焼板市という一族が支配したことで、その土地が焼板と呼ばれた可能性もあり、これも推測の域を出ない。定数、16福島第一原子力発電所事故に伴い発生した廃棄物の内放射性セシウム濃度が8000ベクレル、キログラム超のおでや焼却灰などは、指定廃棄物として放射性物質、 汚染対処得措法に従い国の責任で処分することとされている。2012年4月18日、横光勝彦環境副大臣が福田富一知事に栃木県内で発生した指定廃棄物の最終処分場建設の方針を示した。同年7月19日、環境省による県内自治体を対象とした最終処分場の候補地選定についての説明会が行われた。 同年9月3日、指定廃棄物の最終処分場の候補地に、焼いた支援伝の国有林が提示された。環境省からの提示を受けて、遠藤正市長は、受け入れることはできないと拒否することを表明した。同月4日、地元自治会は、最終処分場を受け入れを拒否する方針を決定。同月8日には、 八板市議会が候補地の白紙撤回を求める意見書を全会一致で可決四国に送付し、八板市と隣接する塩屋町の町議会でも同月13日に、桜市の市議会でも同月19日に同様の意見書を全会一致で可決四国に送付している。翌10月12日には高根沢町の町議会でも同様の意見書を全会一致で可決しておりこれで、 塩屋軍市すべての市長議会が白紙撤回で一致することになる。一方、同月9日には地元住民が指定廃棄物最終処分場設置反対同盟を結成し、翌日には看板設置と署名活動に着手した。同月13日には八重田市区長会が候補地の白紙撤回を求める要望書を国へ提出することと、 最終処分場建設に対する反対署名運動を行うことを決定した。また、この日の区長会に出席した遠藤市長は、オールヤ板で反対運動を起こし、阻止していかなければならないと訴えた。同月14日には、環境省による県内自治体を対象とする初の説明会が県庁で行われた。説明会で、環境省は最終処分場候補地を選定した経緯と、 安全性を説明したが、自治体側からは、候補地と、石屋断層との関係などについての質問が出た。同月24日には、最終処分場建設に反対する、指定廃棄物最終処分場候補地の白紙撤回を求める、八板市民同盟会が発足した。八板市内で24日夜に行われた、設立会議には、約60団体、約1500人が参加した。 同年10月3日、市は最終処分場建設に反対する23,590人分の署名が集まったことを明らかにした。同年9月1日時点での市の人口は34,970人で人口の約3分の2の署名が集まったことになる。また、これとは別に独自に反対署名を集めていた指定廃棄物。 最終処分場設置反対園連築同盟は15,906人分の署名が集まったことを同月16日に明らかにしている。約41,500人分の反対署名は同月22日に環境省に提出された。同月10日、遠藤市長が茨城県高萩市の草間義雄市長と八重田市役所で会談した。 高萩市は、茨城県の指定廃棄物の最終処分場の候補地に選定されており、会談で候補地の白紙撤回に向けて連携することで合意した。同月16日、焼田市内で行われた市長会議でこの問題について、焼田市と同じ立場を共有するべきだなどの意見が、主張から出た。同日には、焼田市議会が候補地選定の白紙撤回への協力を求める、要望書を、 福田富一知事に提出している。また、同月18日には、八板市議会の政府議長が、栃木県関係の国会議員に、候補地選定の白紙撤回を求める要望書を提出している。同月18日、遠藤市長が記者会見で、市役所内にプロジェクトチームを立ち上げ候補地選定の問題点の調査を開始したことを表明した。この問題に対する栃木県議会の、 各会派の対応については、と、市議自民党は、候補期選定の白紙撤回を求めないとしている。民主党、無所属クラブは、選定過程を問題視しているものの自民と同様に、白紙撤回は求めていない。みんなのクラブと公明党議員会は、白紙撤回を求めている。また、福田富一知事は自身は、中立の立場で臨むことを表明している。また、 栃木に選出の福田昭夫衆議院議員は指定廃棄物を福島第一原子力発電所敷地内で一時保管すべきと主張している。この主張に対して佐藤雄平福島県知事は福島栃木両県の関係悪化の可能性を指摘しており、これを受けて福田富一知事は福田議員を批判している。なお、 栃木県内の指定廃棄物の保管総量は2012年5月末時点で9107立方メートルにもなっており、那須塩原市の3668.5立方メートル、那須町の1445.2立方メートル、大田原市の1231.8立方メートルと、北那須三市町はいずれも保管量が1000立方メートルを超えている。大田原市では、 基準庁の焼却灰の保管料が限界に近づいたため2011年10月に選定枝などの収集を停止する事態に陥っている。同年12月2日、焼いた市民同盟会は候補地選定の白紙撤回を求める集会を市内で開き約8000人が参加した。同年12月16日の第46回衆議院議員総選挙では 与党民主党は大敗し自民党と公明党が政権を奪還した。2013年2月25日、環境省は候補地選定をやり直す方針を表明した。栃木県と茨城県のほか候補地が決まっていなかった宮城県、群馬県、千葉県についても新たな方針で候補地を選定する。環境省は候補地選定にあたって自治体との協議を重視するという。その後、 市町村長会議を開催して、選定の際のローカルルールを決定した。ローカルルールでは、国有地のほかに県あり市も候補対象とされた。2014年1月、県はこれに基づき県にあり市22カ所4814ヘクタールを対象として報告した。同年7月30日、環境省は指定廃棄物の最終処分場の候補地として、塩屋町を植え、 寺島の国有地を提示した。提示を受けて、塩屋町の三方和久町長は、明確に反対することを表明している。塩屋町指定廃棄物最終処分場候補地も、参照大きな産業としては、一時は花形であった、関西系大手家電メーカーの工場があるが、組み立て工場が主であり、海外移転の影響を受けている。また、市北部には、赤滝、小滝、寺山の、 各高専宿が古くからある。近年は、白の湯温泉センター、焼板温泉、コリーナ焼板などの温泉も、市内各所で掘削され、市民は元より観光客にも憩いの場を提供している。焼板インターチェンジ近くには、流通大手の配送センターも立地する。水田の補助整備はほぼ終了し、米作とともに、市北西部の長井地区などでは、寒冷な気候を利用したリンゴなどの果樹栽培が、 盛んである。県民の森近くの高原開拓では、終戦後入植による落農が行われている。スーパーホームセンター量販店また、トヨタ自動車、日産自動車系列の自動車反射が、市西部を貫通する国道4号沿線に立地している。出店総務省統計局、統計で見る。 市区町村の姿2007-2007年市街地は、JR 八板駅や八板市役所付近を中心とする八板地区、JR 片岡駅を中心とする片岡地区、旧泉村である泉地区の3つがあるが、他にも旧野崎村より編入された沢地区、市西部の高岡地区、泉地区の長い伊佐の他にも市街地を形成する集落がある。 県と宇都宮まで電車で30分の通勤距離を生かして、片岡駅近くには、栃木県住宅供給公社開発による大規模住宅団地つつじが丘ニュータウンがある。八い地区、編集泉地区、編集片岡地区、編集専門学校、編集高等学校、編集中学校、編集小学校、編集郵便番号は、329から 21XX。 329から 15XX、329から 25XX が該当する。周配局は、市内全域が、焼いた郵便局の管轄となる。郵便局、編集市内全域が、大田原 MA の管轄となり、市外局番は、0287。収容局は一部地域を除き以下の2ビルが該当し、市内局番は、以下の通り、下記地域は、 焼板市街の収容局が管轄となる、配線、編集、焼板市営バスも参照、山形農場、山形ありとも記念監視北部の高原山系に広がる、標高1000メートルから1200メートルの大地上の高原である、5月、6月頃の20万株の連月辻の群生は見事で有名である、ハイキングの敵地として整備され、ハイキングコース、キャンプ場、 アクセス道路、駐車場、展望台、季節営業の売店などが整備され、気軽に訪れることができる。また、アクセス道路は、高原山の北側にあたる塩原温泉郷にも、通じている。八方が原からも近く、県が設営したキャンプ場、天皇が来場した、全国植樹祭、全国育樹祭会場、展示館、少年自然の家、ハイキングコースなどの施設が整備されている。 明治の元老、山形有友の小田原別邸、古希安にあった洋館を関東大震災の翌年に移築したもの、明治維新前後の遺品が常設展示され、2階の客までは王子の雰囲気を味わえる。日本の都市公園百選にも選ばれ、北関東でも有数の筒じの名所である。焼いた駅から徒歩10分程度の至近距離にあり、電車でのアクセスも便利である。 中世塩谷市の城の近くにふるさと創生資金を活用して開発した温泉で市民に憩いの場を提供している。また、川崎城市の奥川、塩谷町寄りには焼いた温泉がある。尾型光林、県山の美術人間、自然、健康をテーマとして自然林院館に開発されたリゾートタウン。地域内には温泉川木、スポーツレジャー施設も整っている。 市政部の丘陵地帯を開発したサッカー競技場を備えた運動公園が整備されている。土地の破国体などでサッカー会場となった。公園内には運動公園開発時に発掘された古墳が保存展示されている。東北自動車道のそばに位置し、公園として整備されている。栃木県指定史跡、シャープがある工業団地の中央に位置し、公園として整備されている。 高原山にある滝、総合旅行情報サイト、ライントラベル JP の第一回旅人大賞に選ばれた。江戸時代前期遠方年間の頃に建てられた庄屋の住宅屋根組おもや長屋もにいろいろ消防ポンプ社交、原山山岳学宗教の流れを受け継ぐ、山門本堂市内で塩水を用いた声援が行われていた時代から続く、神社鳥潮釜神社のすそ水改作に功労のあった、 焼いたけしの旧宅、焼いたたけし記念館をもやないは、部の功績を紹介する展示室になっている。また、庭には、樹齢180年を誇る、見事なしだれ桜があり、毎年3月末から4月上旬にライトアップを行っている。東京オリンピックが開催された1964年、東京タワーからの電波直接受信による、難視聴解消のため、 栃木県で最初に整備された中継局、ありがとうございます。